こんにちは、かっこいいギタリストの竹下敦史です。今日ご紹介するのはね、こちらのマスクです。ちょっとマスク外しますね。声聞き取りにくいと思いますんで、こちらのマスクね、このようになっておりまして、特徴的なのはね、一般的なマスクと違って鼻の部分ね、ここがね出っ張ってるんです。でこちらがですね、イタリアの、レグザム社の、スポーツマスクです。でメイドインイタリアですね。これですね、洗濯が可能であって、そしてこの部分がアルミが織り込んであるんですね。非常にね、スタイリッシュ。いいでしょ。でね、よくメガネかけてマスクするとメガネ曇りません？このマスクね、何がいいってね、ここの鼻のところにね空間があるんで、呼吸してもねメガネが曇らないんですよ。これね、お茶の水の、黒沢明さん、G クラブ東京さんのお向かいにある、ブーツ研究所というね、研究所がございまして、そこへねちょっとブーツの研究、ブーツ好きなんでね参りましたところ、なんとスキーのブーツの専門店でして、そこの方にね、君のマスクダサいよって言われまして、ちょっとあれダサいのかなと思いまして、その方がねとてもかっこいいマスクしてまして、こちらを勧められましてね、購入いたしました。約1600円だったかな。ですがね、これ非常に1600円出すだけの価値ありますよ。おすすめです。イタリアのスポーツマスク、色がね黒、黄色とグレーがあったかな。黄色にしようかなと思ったんですけど、まあマスクね無難なんで、これ黒にしてみました。それでは今回ご紹介したのはねマスクでした。もうもはやねおしゃれの一部です、マスクは。それではまた次の動画でお会いしましょう。